さあ、試合が始まります。カモン。いよいよ今日から、始まります。長くて、7試合、一つ一つ積み重ねて、勝ちを積み重ねて、絶対、世界一になりましょう。そして、怪我でね、ちょっと出れなかったせいやさんのユニフォームもベンチに飾っているんで、本当チームジャパンで世界一絶対取りましょう。いつか、はい、成功。お疲れです、昨日はナイスゲームでした。しかしやっぱ今日勝ったな意味ないっす。こういい感じで勝ってきて、今日勝って次につなげていきましょう。そのためにまず今日スタートの人たち存分に暴れてきてください。あとから行く人たちもう準備できてます、はい、いつでも大丈夫です、はい、なんで今日全員で勝って、見てください隣こんな最高のメンバーでやるのあと4試合しかないです。やねえや。行きましょう。今日絶対勝ちますよ。いいですか？行きますよ。スタート。はっちゃんお願いします。今日ボーイス。行きましょう。We got three games left, but only today takes us to Miami.家族としてあと3試合残ってます。今日の試合が僕たちをマイアミに連れてきます。Let's play loose, let's play with some swagger, let's play our game so we can be partying on the plane tonight. もうかっこよく自分のプレーして勝って飛行機でパーティーしましょう。頑張れました。最後は。お疲れ様です、宮崎から始まって約1ヶ月、ファンの方々、監督、コーチ、スタッフ、この選手たちで作り上げてきたこの侍ジャパン、まあ、控えめに言って、チームワークも実力も今大会ナンバーワンだと思います、まあ、このチームでできるのはあと少しで、今日が最後になるのは本当にもったいないので、みんなで全力プレーをしてメキシコ代表をしっかり倒して明日につなげましょう。最後1個だけ、まあ、憧れるのをやめましょう、まあ、ファーストにゴールドシュミットがいたりとかセンター見たらマイク・トラウトがいるし外野にムーキー・ベッツがいたりとか、まあ、野球やってれば誰しもがこう聞いたことあるような選手たちがやっぱりいると思うんですけど、今日1日だけはやっぱ憧れてしまったらねやっぱ超えられないんで、僕らは今日超えるためにやっぱトップになるために来たんで、今日1日だけは、彼らへの憧れを捨てて勝つことだけ考えていきましょう。最後！